俺の名前は岩崎源太。30歳の時、最愛の妻がこの世を去った。愛する人を失うのは、こんなにも辛く苦しいことなのか。もう二度と、誰かを好きになったりしない。そう心に決めて過ごした3年後、俺は義母から義妹と再婚してほしいと頼まれる。義妹は美しい妻とは似ても似つかない容姿をしていた。だが二人で過ごす初めての夜、地味でブスだと思っていた義妹が実は驚くほどの美人だと知った。しかし義妹の秘密はそれだけではなかった。妻の静香と出会ったのは、俺が26歳の時。大工の仕事中に怪我をして入院した俺は、看護師だった美しい静香に一目惚れした。猛アタックの甲斐あって1年後に結婚したが、その後すぐに静香の病気が発覚。一緒に過ごした時間はわずかだったが、俺にとって静香はかけがえのない存在だった。静香の代わりになる人なんていない。俺は静香が亡くなった後も誰とも付き合うことなく後派に生きてきた。ところが3年後、思わぬ事態に。うちの娘と再婚して、義母にそう言われた時、俺は驚きのあまり絶句した。さやかは今年で29歳、それなのにあんな感じでしょ。このままだと多分一生独り身よ。あんな感じと言われて、俺は義妹のさやかを思い出した。周りは気を使って容姿が少しなどと言っていたが、要するにブスで嫁のもらい手がいないらしい。だがたとえ美人だとしても俺には関係なかった。すみません、静香以外の女性は考えられないんです。すると義母は大きくうなずいた。いいのよそれで。え？義母は戸惑う俺に事情を説明した。さやかの勤めている会社は今年で創立30年を迎える。その記念パーティーには社員が夫婦同伴で参加することが義務付けられているらしい。29歳で独身のさやかに恥をかかせたくないの。要するにそのパーティーにさやかさんと一緒に出席しろと。ええ、パーティーまであと10ヶ月。でもその間に誰かと知り合って結婚なんて難しい話でしょ。それに他にも何か。さやか、同僚の男性から嫌がらせを受けているらしいの。義母の話によると、その同僚は仕事ができるさやかに嫉妬して容姿のことをいろいろ言ってくるそうだ。結婚したらそういうのもなくなるはず。だから形だけの結婚でいいの。源太くんだっていつまでも一人じゃ寂しいでしょ。確かに一人が寂しくないと言ったら嘘になる。だからといって好きでもない人と一緒にいるなんて。やはり断ろうと思った時、義母がぽつりとつぶやいた。私と静香はずっとさやかのことを心配していたの。私たち3人で暮らしていたから。義母は15年前に離婚してから娘たちと3人暮らしだった。お願い、こんなこと源太くんにしか頼めないの。それを聞いた瞬間、俺は静香の最後の言葉を思い出した。源太くん、私の代わりに母と妹をお願い。そう頼まれていたことを思い出し、俺は覚悟を決めた。わかりました。俺の返事を聞いて義母は何度も頭を下げた。こうして俺は3年ぶりに義妹のさやかと再会した。再会といっても、俺とさやかはほとんど口を聞いたことがない。なぜならさやかは俺だけでなく誰とも話をしていなかったからだ。おそらく幼い頃から容姿のことをいろいろ言われているせいで、人との付き合いが苦手なのだろう。俺は引っ越してきたさやかに元気よく声をかけた。さやかちゃん、
これからよろしくな。よろしくお願いします。ボソボソと喋るさやかはそそくさと俺から離れた。さやかはいつも下を向いていて、顔を長い髪で隠している。確かに体型は少しぽっちゃりしているようにも見えるが、それだけでブスと決めつけるわけにもいかない。もしかしてあの喋り方がいけないのだろうか。すぐにさやかを追いかけると、ポンとさやかの肩に手を置いた。さやかちゃん、人生楽しんでいこうぜ。ほら、下ばかり向いてないで。するとさやかが振り向きもせず、小さなため息をついた。放っておいてくれませんか。う、結婚の申し出を受けてくれたことには感謝しています。ただ干渉はしてほしくありません。私には私の事情があるんです。そう言ってさやかは自分の荷物を部屋へ運んだ。引っ越し作業は夜には終わり、俺たちは一緒に夕飯を食べた。食事中も積極的に話しかけたが、さやかはそっけない態度ばかり。少しイライラした俺は酒を大量に飲んでそのまま爆睡。気がつくとソファーで寝落ちしていた。まずい、寝ちまったか。風呂入らないと。俺は寝ぼけたまま風呂場へ。あれ、電気つけっぱなしだったかな。まだ酔いが覚めていなかった俺はさやかがいることなどすっかり忘れていた。あくびをしながら風呂場の扉を開けると、そこには見たことない美女が。え、誰？タオルに身を包んだ美女は俺を見た途端大きな声を上げた。キャッ、ちょっと何なの？ノックもしないで入ってくるなんて非常識よ。いや、そういうあなたこそ。そう言いかけて俺はハッとした。もしかしてさやかちゃん？ようやく理解が追いついた俺は、目の前の女性がさやかだということに気づいた。そうに決まってるでしょ。あなたが酔っ払って寝ちゃったから先にお風呂入らせてもらったの。さやかはものすごい剣幕で話し続けた。それを呆然と見ていた俺は思わず一言、なんだ、普通に話せるじゃん。さっきまでボソボソと話していたさやかは俺に指摘されてハッと我に返った。それはあなたが急に入ってきたから。ごめんごめん。そう言いながらじっとさやかを見つめた俺。髪はタオルでまとめられていて、さやかの顔がはっきりと見えた。透き通るようなみずみずしい肌に長いまつげの大きな瞳、風呂上がりで桜の花のようにピンク色に染まった方はさやかの美肌を際立たせた。体型は少しふくよかだが手足は細く、痩せたらメリハリのある魅力的な体になる予感しかない。こんな宝の原石みたいなさやかに今まで誰も気づいていないなんて。もったいない、こんな美人なのに。俺は思わず心の声が出てしまった。するとさやかのピンク色の方はたちまち真っ赤に。何言ってるの、人のことからかわないで。さやかは両手で俺を押し出すと風呂場の扉をピシャリと閉めた。それからしばらくしてパジャマに着替えたさやかがリビングへ。酔いがすっかり冷めた俺はすぐにさやかに謝った。さっきは悪かった、酔っててさやかちゃんがいることを忘れてた。気にしないでください、こっちも事故だと思って忘れます。事故って、その冷たい話し方直そうって思わないの？別に困ってませんから。そう言って俺は自分の部屋に戻ろうとするさやかの腕を掴んだ。なあ、もうこっちは仲良くしたいって思ってんの？私は思ってません。あなたみたいな熱い人苦手なんです。はあ、熱くて何が悪い、冷たいよりよっぽどマシだ。決めた、俺はこれからさやかちゃん、いやさやかに話しかけ続けるからな。勝手にすれば。じゃあおやすみ。
さやかは俺の手を振りほどいて自分の部屋へ。俺は言い争いをしたというのに、なぜか笑いがこみ上げてきた。勝手にすればだって嫌じゃないってことだよな。笑いをこらえながら風呂に入ると、明日からの生活を楽しみにしながら布団に入った。翌日、目が覚めた俺はすぐに台所にいるさやかに話しかけた。おはようさやか。おはようございます。さやかは相変わらず俺の方を見なかったが、俺は挨拶を返してくれたことが嬉しくてニヤニヤしていた。なあ、一つ聞いてもいいか？どうしてさやかは顔を隠してるんだ？そう聞くと、包丁を動かしていたさやかの手が止まった。あなたってデリカシーないんですね。デリカシー？何それ？もういいです。ブスだから。それが顔を隠している理由です。ブス？それ本気で言ってる？あなたにはわからないんですよ。美しい姉と常に比べられていた私の気持ちなんか。振り向いたさやかの目には涙が溜まっていた。小学生の時、みんなの前で好きだった男の子に言われたんです。姉ちゃんと違ってお前はブスだって。それを聞いていたみんなは笑いながら私をブスと。それ以来、顔を見られるのが怖くなったさやかは顔を隠すようになった。顔が隠れてボソボソと話すようになったさやかに、周りは面白がって余計ブスとからかい出した。こうしてブスのレッテルが貼られたさやかは、次第に自分がブスだと錯覚し始める。顔を隠すためにボサボサに伸ばした髪が拍車をかけ、成長してもさやかは周りからブスと言われるようになった。お姉ちゃんは美人なのにかわいそう。そういう目で見られるのが耐えられなかった。もうこれ以上傷つきたくないんです。声を震わせて涙を流すさやかを見て、俺は思わずそっとさやかを抱きしめた。辛いことを思い出させてごめん。ずっと一人で悩んでたんだな。そしてさやかの顔に触れると、自分の服の袖でさやかの涙を拭いた。いいか、これからは俺がさやかの味方だ。一人じゃない。わかったか？さやかは泣きながら俺を見つめた。放っておいてって言ってるでしょ。いや、放っておくもんか。俺たちは夫婦なんだからな。俺がそう言うと、さやかの目から一気に涙が溢れ出した。何よ、あんたなんか。ポカポカと俺を叩くさやかが可愛くて、俺は優しく頭を撫でた。よし、いいぞ。もっと怒ってもっと泣け。気が済むまで。そしたらすっきりするから。さやかは声を上げて泣きながら俺をぎゅっと抱きしめた。その日からさやかと俺の距離はゆっくり少しずつ縮まっていった。相変わらずぶつかることも多かったが、互いに本音で話をするうちに相手のことが少しずつ分かってくるように。俺は喜怒哀楽が激しい熱血感、仕事に厳しくすぐにカッとなる癖があり、そのせいで後輩から怖がられていた。俺が家でその話をすると、さやかはこんなアドバイスをくれた。できないことを責めるよりできたことを褒めてあげたら、人って認められてるって分かると意外と頑張れるものよ。それを聞いて俺は職場で少しずつ考え方を改めるようにした。すると後輩たちは俺を慕うようになり、厳しく叱りつけていた頃より順調に仕事が進むようになった。さやかはあの日大泣きしてからすっかり俺に心を開いてくれた。会社に行くときはまだ相変わらず顔を隠していたが、家の中では終始笑顔。ハキハキと笑顔で話すさやかはとても美しく、俺は自分でも気がつかないうちにさやかに惹かれ始めていた。ところがそんなある日、俺はとんでもない現場に遭遇する。それは
さやかの職場近くで仕事があった時のことだ。俺は仕事が早く終わったので一緒に帰ろうと職場の前でさやかを待っていた。するとちょうどさやかがうつむきながら足早に会社から出てきた。俺が声をかけようとしたその時、さやかの後ろから一人の男が、おい待てよブス。男はさやかの肩をつかんだ。顔が悪いと耳も悪いのか。ちょっと自分の仕事が評価されたからって調子乗ってんじゃねえぞ。調子になんか。ああ何ボソボソ言ってても聞こえねえよ。これだからブスは困る。鼻で笑う男を見て俺は思わず二人に近寄った。よう兄ちゃん、さっきからブスブスって気分悪いな。男は自分よりがたいのいい俺が近寄ってきたので驚いて後ずさりした。なんだよあんたには関係ないだろ。大ありだ、さやかは俺の妻だからな。妻？そういえば最近結婚したって、あれ本当だったのか。で俺の妻に何のようだ。俺は小さく震えながらうつむいていたさやかの肩を抱き寄せた。義母から聞いていた嫌がらせをしている同僚はきっとこいつに違いない、そう思った俺は眉間にシワを寄せて男をにらみつけた。男はそんな俺におじけづいたようでしばらく何も言い返せず、しかし落ち着きを取り戻した男は蔑んだ目で俺の服装を見た。あんたもしかして大工？そうだけど。それが納得。顔の悪いやつと頭の悪いやつがくっついたってことか。なんだとお前。俺がつかみかかろうとするとその手をとっさにさやかが押さえた。やめて、いいのよ行きましょう。いいわけあるか。いいか、さやかは俺の大切な妻だ。俺のことはいくら悪く言ってもいい。でも妻の悪口を言う奴は絶対に許さないからな。覚えておけ。俺が詰め寄ると男は顔を引きつらせた。お前の方こそ覚えておけよ。俺を脅したこと後悔させてやるからな。逃げるように去っていく男を睨んでいるとさやかが俺をじっと見つめた。ありがとう、助けてくれて。言ったろ、俺はさやかの味方だって。さっき俺の大切な妻ってあれ本当？ああ、あれはそのなんていうか。急に恥ずかしくなった俺がごまかそうとするとさやかは俺の手を握りしめた。嬉しかった、私も元太くんのこと大切に思ってるから。それを聞いた俺の心臓は激しく音を立て息をするのも苦しくなった。こうなるのは人生で2回目、静香と出会った時以来だった。俺はそこでようやく自分の思いに気がついた。俺さやかのことが好きだ。さやかは俺の目を見てにっこりと微笑んだ。私も元太くんのことが好き。俺たちは手をつないで家に帰った。この時は幸せすぎて後に大どんでん返しが待ってるなんて考えもしなかった。しっかし嫌なやつだったな。半年後のパーティーでまた会うのか。家に帰ると俺は缶ビール片手につぶやいた。木下はずっとあんな感じなの、気にしないで。気にしないでって、俺はさやかが前を向いて歩けるようにしたいんだ。あと半年、うん、まだ時間はある。元太くん？なあさやか、俺に作戦があるんだ。その作戦を伝えるとさやかは慌てて首を横に振った。無理よ、そんなのできっこない。大丈夫、さやかならきっとできる。でもさやかは一人じゃない、俺がそばにいるから。俺はさやかに微笑みかけた。そして半年後、さやかは
驚きの変貌を遂げた。創立記念パーティーは大きなホテルの宴会場で行われた。社員やその家族が会場に集まる中、さやかの登場に人々は騒然となった。あれ誰？あんな美人うちの会社にいた？もしかして芸能人がお祝いで来てくれたとか？社員たちの話し声が耳に入ってきて、さやかは不安そうに俺を見つめた。どうしよう、私緊張してきちゃった。大丈夫、堂々として。さやかは間違いなくこの会場で一番の美人だよ。俺は優しくさやかの背中を押した。この半年間、さやかは並々ならぬ努力をしてきた。仕事終わりに俺と一緒に走ったり、食事制限をしたり、その甲斐あって半年後にさやかは見違えるような体型に。もともと細かった手足はそのまま、ふっくらとしたバストにキュッと締まったくびれと、女性特有の柔らかい曲線美。パーティードレスに身を包んださやかは、そのスタイルの良さで会場中の視線を集めた。さらにボサボサだった髪をまとめ、もともと綺麗な顔に化粧を施したことで華やかな美人になった。俺たちが注目を浴びていると、ふと視線の先にさやかの同僚の木下が。木下は美しく変貌を遂げたさやかに愕然としていた。俺はさやかを連れて木下のもとへ。久しぶりだな。どうだ、これでもまださやかをブスって言えるか？昨日まで全然違ったくせに。わざと隠してたんだよ、このパーティーのためにな。木下は下唇を噛んで悔しそうにしていたが、すぐに態度を翻した。もうブスが美人になっても隣にいるやつが低学歴で野蛮じゃな。おい、今なんて言った？ほら、そうやってすぐ手が出そうになる頭の悪いやつにありがち。さやかのことを言えなくなった今、木下はさやかの代わりに俺を標的にした。俺が拳を握りしめていると、それを見た木下がニヤニヤしながら俺を煽った。ほら、やってみろよ、ブスだった妻とバカな旦那って周りに言いふらしてやる。なんだと？我慢が限界に達したちょうどその時、俺たちの前に一人の男性が現れた。誰がブスで誰がバカだって？木下は男性の顔を見た瞬間、直立不動に。社長。社長。俺は眉を潜めて男性の顔を覗き込んだ。木下は慌てて俺の頭に手を置くと、無理やり頭を下げさせた。すみません、このバカ社長の顔も知らないなんて。俺は苦笑いする木下の手を振り払った。どっかで見た顔だと思ったら、久しぶりお父さん。やあ元太くん、3年も経つと忘れられてしまうものだな。そうっすね。俺と岐阜は顔を見合わせて笑った。それを見て木下はあんぐりと口を開けた。お父さん、お前社長の息子なのか？いや、義理の息子。この人はさやかの父親って。え、さやかってお父さんの会社で働いてたのか？驚く俺を見て岐阜は目を丸くした。おいおい、今は気づいたのか。それにしても私こそ驚いたよ。まさかさやかがこんな美人になってるとは。ちょっとお父さん、会社では名前で呼ばないでって言ってるでしょ。すまない、いつもの癖で。木下は冷や汗をダラダラとかきながら頭を抱えた。でも名字が。それは私が学生の時に離婚してるから。私は母方の姓を名乗ってるの。さやかは木下に説明した。両親はさやかが14歳の時に離婚。原因は義父が仕事にかまけて家庭をおろそかにしてしまったため。今はお互い別々に暮らしているが、関係は良好だった。さやかは父親の会社で働くことを拒んでいたが、
義母や静香に勧められて入社を決意。社内では名字が違ったので、ギフトさやかが親子だとは誰も気がつかなかった。私の才能は父の会社で絶対に生かされるって二人が言うから、親子だからって優遇はしないという条件で働かせてもらってるの。なるほどね。お父さんが社長ってのは聞いてたけど、まさかさやかの会社の社長だったとはな。ごめんなさい、いつかは言おうと思ってたんだけど、なかなか機会がなくて。木下は俺たちの会話を聞いて顔面蒼白。すると岐阜が大きな咳払いをした。それで木下くんと言ったかな。君はさっき大声で娘と義理の息子をブスとバカと申し言っていたね。いえ、それは私は人のことを蔑む人間がこの世で一番大嫌いだ。岐阜の声は会場に響き渡り、周りの社員たちが一斉にこちらを見た。おっといけない、せっかくのめでたい席を台無しにするところだった。まあ木下くんの処遇については後日しっかりと考えさせてもらうよ。そして岐阜は俺とさやかの肩に手を置いて優しく微笑んだ。さあせっかくのパーティーだ、楽しんできなさい。はい、ありがとうございます。俺たちは会場を後にする木下を横目に見つめ合って笑顔でうなずいた。こうしてパーティーは無事に終了。それ以降、さやかは社内一の美人と言われるように。もうさやかをブスなんていうものは誰もいなかった。木下は後日社長に呼び出され、さやかとは違う部署に移動。ところがさやかと揉めた噂が広まっていたことで、木下は新しい部署で肩身の狭い思いをする羽目に。散々気まずい思いをした挙句、木下は移動から半年で退社してしまった。俺とさやかはパーティーの後結婚式を挙げた。以前はさやかが容姿を気にしていたこともあり、式はせずに席だけを入れていた。しかし前を向いて生きていけるようになった今、生まれ変わった自分の花嫁姿を両親に見てもらいたかったのだろう。岐阜も義母も幸せそうに笑うさやかを見て涙した。その後俺たちには息子が誕生。今は日々大きくなる息子の成長を見守るのが俺たちの幸せになっている。これからも俺はさやかと息子が幸せでいられるように全力で仕事を頑張っていく。二人がいつまでも笑顔で前を向いて歩いていけるように、これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回のなれそめストーリー、良かったと感じた視聴者様は、いいねやなれそめ最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。